どうもこんにちは、根岸です。本日はこちらのお話です。はい、というわけで今回はですね、先ほどの機械を紹介したいと思います。まあこの 8mm フィルムを、ダビングするコンバーターなんですけども、以前はスーパーダビング8といって、まあ、こちらの同じ機種を紹介してるんですね。見た目は一緒なんですけども、今回紹介する機械はちょっとまた別のものですね。これが以前紹介したスーパーダビング8で、こちらが健康の KFS888V ってやつなんですね。まあ本当に見た目も一緒で、中身の駆動だったりも一緒なんですよ。まあ出してる会社が違うだけの話なんですけども、実際にですね両者をスキャンしてみてですね、まあ、本当に全く一緒なのかっていうところを比較してみたいなと思います。はい、というわけで今回はですね、健康の KFS888V こちらの紹介をしたいと思います。まあ、間にですねちょっとスーパーダビング8と比較もしていきたいなと思います。はい、前面はこんな感じですね。まあ、こちらが以前紹介したスーパーダビング8なんですけども、まあ、本当に一緒ですね。まあ、このついてるこっちの位置も一緒ですし、まあ、画面もそうですし、まあ、ボタンですね、ボタン類も全く一緒ですね。あとこの爪ですね、このガイドの部分も爪もですね全く同じ仕様です。まあ、唯一違う点で言うと、まあ、こっちにちょっとロゴが入ってるところですね。 KFS888V っていう文字が入っているところの違いぐらいですかね。はい、背面もこういった形ですね。まあ、ここら辺の端子類だったりもこのように全く一緒ですね。はい、では実際にですね、電源を入れてスキャンしてみたいと思います。はい、この電源をまず挿して、で SD カードですね。まあ、こちらの機種も同じくですね、32GB までしか対応してないので、まあ、その対応している SD カードをこのスロットに入れます。これで電源を入れます。まあ、そうすると最初に健康っていうロゴが出て、まあ、このように実際にスキャンできる状態になります。ではこちらのスーパーダビング8も電源を入れてみたいと思います。最初のロゴは違いますね。まあ、画面も全く一緒ですね。まあ、最初の立ち上がりの画面だけちょっと違いがありました。まあ、メニューに関してもですね、再生リール送り、まあ、露出の設定、フレーム調節、シャープネス、言語で USB フォーマット、デフォルト設定、バージョン、まあ、このように内容も全く一緒ですね。見た目もそうですけど、内部的にも、仕様は全く一緒と考えていいと思います。はい、では、実際にスキャンしてみたいと思います。まあ、こちらの付属の巻き取りリールを右側につけます。スキャンしたいフィルムを左側ですね、こちらにつけます。こちらのように、リールの穴が大きいものですね、こうブカブカになるので、こういった付属のアダプターをつけてからつけるようにしてください。で、つけるときはフィルムの穴を機体側ですね、奥側にしてつけてください。そしたらここに装填していきます。爪が2箇所ここにあるので、まあ、その下を通るようにセットしてください。セットしたら一度蓋を閉めます。でフィルムをここをこのように通したら巻き取りリールへ巻いてあげて、これでセット完了です。であとはですね、この OK ボタンですね、ここの OK ボタンを押すとリールサイズが出ますので、今回はこの小さいリールなので、この3インチ3分ですね、こちらを選択して OK を押せば、あとこのように自動的にスキャンが開始されます。ちょっと飛ばしてしまったんですけども、フィルムタイプですね。フィルムの穴によってタイプがあるので、それを最初に選択してあげる必要があります。まあ、シングル8、スーパー8と呼ばれる縦長の長方形のものに関しては右側に、レギュラー8、ダブル8と呼ばれる、横長の長方形ですね。そのタイプのフィルムの場合は、左側にしてあげてください。まあ、この機械も同じなんですけども、1秒間に2コマずつのスキャンになるので、5分のもので45分くらいかかりますね。ではこのまま最後までスキャンをします。はい、最後までスキャンが完了しました。完了したらですね、スキャンするときと同じこの OK ボタンをもう一度します。そうするとスキャンが完了できます。で、今撮ったものを見たいときはメニュー画面を押して再生ですね。再生の部分を押してあげると、まあ、こんな感じで今スキャンしたものを再生することができます。リールを入れ替えて、こちらのリールに巻き戻しをしたいと思います。まずこの部分の蓋を開けます。これを取り外して、で、このアダプターをこちらに付け直して、巻き戻したいリールをこっちにつけます。巻き取りリールをこっちにつけて、こことここですね。この2点でフィルムを引っ掛けて、このようにリールにセットします。で、これができたら、メニューを押して、リール送りですね。このリール送りを選択してあげて、はい、押すと、このように巻き戻しが開始されます。あとは最後まで巻き戻しをするだけです。ちょっとこの巻き戻し遅いので、例えばこうぐるぐるしたいなと思うんですけども、そうすると中のパーツにですね、負荷がかかって壊れてしまうので、まあ、基本的にこれはこのまま放置して巻き戻してあげてください。はい、巻き戻しが完了しました。完了したら再度ですね、この OK ボタンを押して、巻き戻しを止めます。でちょっと同じ工程で、また同じフィルムをですね、スーパータビング8でも撮りたいと思います。で、その映像を実際に比較してみたいと思います。ちなみに、こちらの2機種の付属品ですね。ここら辺のケーブル類だったり、本体含むクロス、巻き取りリール、電源ですね。あとこの、リールの穴のアダプターですね。全く一緒です。ただちょっとこの説明書だけが、まあ、違った説明書がついてます。はい、実際にスキャンが完了しました。まあ、見ていただいた通り、違いは本当にないですね。もう全く一緒のものと考えていいと思います。まあ、実際にですね、ちょっと同じフィルムを撮影してみたので、まあ、並べて比較をしてみました。こんな感じです。
際に2つの映像を比較してみました。若干違い出るんですよね。まあ、基本的に仕様自体は一緒なんですけども、若干やっぱ健康で撮った方が滑らかな絵になってますね。あのスーパーダビング8の方がちょっとザラザラしてる印象が強いかなっていう風に見えました。で、絵がこうちょっとブレるような箇所が何個かあったと思うんですけども、スキャンする部分でこう蓋を閉めて押さえつけるんですけども、針のかかる具合が変わったりとかしてブレやすくなったりっていうことがあるんですね。まあ、それはちょっと本体のまあ消耗具合にもよるんですけども、まあ、絵に関してはちょっと今回こんな結果になりました。まあ、あの 8mm フィルムをこう見れるようにデータ化するっていう意味であれば、まあ、正直そこまでこう気にするところでもないのかなっていう部分ですかね。まあ、手軽にダビングするのであればこういった機械を使うのがいいのかなと思います。こちらの機種をですね、当店でレンタルをしております。まあ、詳細は概要に書いておきますので、よろしければご覧ください。でですね、こちらの機種なんですけども、あの大きいリールが装填できないんですね。まあ、こういった18センチのリールなんですけども、まあ、こういったものだと干渉してしまって、装填することができないんですね。別でこう棒をつけて、まあ、そこに大きいのを装填してスキャンしたりっていう、こう工夫をされている方がいらっしゃったんですね。で、そういったの大きいリールをちょっとスキャンできるようにですね、まあ、ちょっとこういったものを作ってみたんですね。本体にこうつけて、まあ、大きいリールを装填できるようなものなんですけども、まあ、ちょっとまだあの実際にこうテストスキャンだったりがあまりできていないところもあるので、まあ、ちょっとそういったものをやりつつですね、まあ、こちらの実際使っている様子をですね、別の動画で紹介したいなと思いますので、まあ、そちらは動画ができましたらまた改めて公開したいと思います。はい、というわけで今回はですね、健康の KFS888V と、スーパーダビング8をちょっと比較してみました。この動画が参考になったと思う方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとこちらに別の動画もございますので、よろしければご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。